あたりです。今日の質問はこちら。はい、普段他の YouTuber さんの動画を見ていますか、そしてまた見ているとしたら誰の動画を見ていますかという質問をいただきました。ありがとうございます。というわけで、まず僕が普段他の YouTuber さんの動画を見ているかどうかという話なんですけども、そこそこ見ているはずです。はい、まあそこそこ見ているといっても、僕からしてみればそこそこ見ているという思っているだけで、間違いなく皆さんの方が見ているし詳しいです、うん、そこはまあ間違いないですね。で、普段誰の動画を見ているかという話になるんですけども、僕がチャンネル登録をしているチャンネルが15件ありまして、その動画のそのチャンネルの動画を主に見てますね、うん、じゃあちょっと僭越ながら、僕がちょっと一言コメント紹介文みたいなのをね、出しつつ皆様にちょっとじゃあ教えていきたいと思います。名前順にいきましょう。まず上から、ABTV ネットワークさん、言うまでもない、めちゃくちゃ面白いです。これはね、見た方がいいです。めちゃくちゃ面白いです。ただ大人が見たら面白いというだけかもしれないですね、うん、その大人のギャグみたいなものがところどころ混じっているので、そういうのが苦手な方とかあまりこう理解できない方はもしかしたらあまり面白く感じないかもわからないです、うん、ただ大人の方は間違いなく笑えるので、すごく見て面白いので見てみてください。はい、次、アイカツ TV、はい、言うまでもないアイカツの曲がたまに配信されるので見ます、はい、そしてグースハウス、グースハウスの方々ですね。俺はもうね、最新動画だけではなくアーカイブに残っているこのいろんなね動画もね、もうすごくいいんですよ。すっごく楽しそうに音楽をやる方々なので、もうね、見てる聞いてるこっちもすごく楽しくなるし、すごく音楽をやりたくなる、そういうチャンネルです、うん、ぜひ見てください、はい、そして、ルリアンオフィシャル、僕が応援している沢田しおねさんが所属していらっしゃる、バンドなんですけども、まあ、上げている動画自体は少ないのであれなんですけども、たまに見ます、はい、最新動画があったら見るぐらいですけどね、はい、そして、ルリアンおきまさんという、YouTuber の方が、女性の方がいるんですけども、主にファッション系の動画を出されている方で、なぜファッション系の動画を僕がチャンネル登録しているかというと、この方結構逆センスがあるんですよ。で、動画編集見ててもすごく面白いんですよ。男の僕から見てもすごく面白いので、なかなかいいもの持ってますいや、上から目線みたいな感じだけども、本当に女性でこんなに笑える動画を作れるんだと思いますね、うん、はい、でその次が、ツールビヨンカフェ、はい、これはアンソニーさんという方がやっている YouTube チャンネルなんですけども、主にカメラとかオーディオ機器なんかのガジェット系の、動画を出されている方です。これはもうね、もう画面動画がね、すっごくおしゃれなんですよ。おしゃれだし、ちょっとね、なんていうんだろうな、いい意味でうさんくさいんですようさんくさいという言葉自体がいい意味ではないかもしれないんですけども、いい意味ですごくうさんくさい方なので、まあなんていうんでしょうね、騙されたい方は見てみるといいかもしれないですね。いい意味でね、いい意味で騙されたい方は、はい、そしてこれ、まあいいや、ちょっと1個飛ばして、くしゃみ出そう、はい、もう言うまでもないですね。くしゃみくんの動画です、はい、もうね、プリキュアの情報を仕入れるのならくしゃみチャンネル、はい、プリキュアならばくしゃみチャンネル、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、違う、ただ僕があまりそのプリキュアの情報を仕入れないっていうのがあるんで、僕はもうくしゃみくんの動画でプリキュアを学んでいると言っても過言ではないですね、うん、でくしゃみくんの動画を見て、あ、こんなおもちゃ発売されたんだ、これいいな、欲しいなとか思ったりして、まあ、欲しいなと思ったものはたまに買ったりしています、はい。あとね、くしゃみくんはね、しっかり動画も編集してるので、うん、もっと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 栄えてほしい、はい、栄え。そして、くしゃみでそう、さとちん TV、はい、もう言うまでもないですね、さとちんさんの動画でございます。
辰巳さんはね、僕の癒しです、僕の癒しなので何をしていても面白いんですよ僕からすれば何をしていても面白いので、ついつい見てしまいます、はい。そして、サトチン TV 豆チャンネルというチャンネルがあります。主に、モンストとか白猫プロジェクトなんかを、アプリ実況をしてゲーム実況をしている女性の方のチャンネルなんですけども、なぜ僕がこの方のチャンネルを登録をしているかというと、すごく好みなんです、はいうわ、もうそれだけですよ、それだけです、すごく好みなんです、うん。正直な話、そのやっているゲームの内容とかは別にどうでもよくて、はい、その方の声が好きとか、なんかその仕草が好きとか、そういうのがあってつい見てしまう、登録しているというだけでございます。はい。でその次に、ボンボン TV、 はい、ボンボン TV ですね。あまり最近見れていないかもしれないななんかボンボン TV できて今まで、今どれくらい、半年ぐらい経ったかな、すごいチャンネルの色がコロコロ変わるんですよ。動画の色がコロコロ変わっていって、うん、なんか、うん、そう、1日にね、5、6本ぐらい動画出すのかな、すごいなと思いながらね、たまに、最近、たまに。そして、アニジョートジェさん、はい。さっき飛ばした1個が、おついちチューブっていう、ゲーム実況チャンネルなんですけども、これ、おついちチューブさんは、このアニジョートジェさんのツーブロに入っている方なので、まあ、一緒に、させていただきました。アニジョートジェさん。ツーブロという、ユニットというか、まああれなんですけども、ゲーム実況を主にやっている方々で、僕が普段やらないゲームをやってるんですよ。僕結構緩めの動画を、ゲームをやったりするんですけども、この方たちはもうゴリゴリのゲームFPS とか TPS とかアクションゲームとかホラーとか、結構ゴリゴリなゲームをやるので、すごく勉強になります、はい。またね、プレイも上手いんですよね。なので、まあ、興味がある方は、まあ、一度見てみてはいかがでしょうか、はい。そして東京ドームシティシアタージーロストチャンネル、最近動画上がってないね、はい。でその次に、瀬戸康史さん、瀬戸康史さんのメイン実況とサブチャンネルを登録しています。ゲーム実況はね、たまに覗いて見たい動画があったら見るかなぐらいかな、うん。まあ、言うまでもないですよね、瀬戸さんに関しては、はい。まあ、なので、以上でございます。僕がチャンネル登録をしている、チャンネル動画でした、はい。まあ、もうちょっと他の YouTuber さんで勉強した方がいいんじゃないかしら、ね。たまに気になった動画、その中のトップページに表示される中で気になったら、まあ、ちょろっと見るかなぐらいですかね、うん。まあ、そんな感じです、はい。まだまだ質問募集しておりますので、よろしければコメント欄までお願いします。それではまた次回、バイバイ。